時間の流れって時に残酷ですよね。残酷の特命さん、こんばんは。深夜の放送部タックです。さあ本日は、ちょっと都市伝説とかじゃないおまけ動画なんですけど、最近自粛解除されたところもありまして、僕がですね普通免許の更新に行かないといけなかったんで行ってきたんですよ。でちょっとどうでもいいんですけど、免許更新の時って写真も更新するじゃないですか。で免許センターの人にメガネかけて撮ってもいいんですかって聞いたら OK だったんですよ。あ、メガネありなんだと思って、僕メガネかけたまま写真撮りました。これ結構珍しくないですか？そんなことないんかな。でこっから本題なんですけど、その時免許センターの近くに僕がめっちゃ昔に住んでたアパートがあったんですよ。で帰り道にちょうど通るから、ちょっと懐かしさに浸りたいなと思ってそのアパートを見に行ってみたんですね。なんと全部取り壊されてました。さら地ですよ、さら地。この場所動画にもしたんですけど、僕が住んでたアパートの狂った隣人の話、あの舞台のアパートの場所だったんですよ。さらに半年前に動画にしたずっとヤクザの息子だと思われていた話、あの舞台になった家の向かいのカブトムシ屋さん、ここもなくなってました。美容院になってましたね。時の流れって切ないですね。残ってる懐かしい場所もありましたけど、やっぱり自分が生まれ育った場所がなくなってるのってちょっと悲しいんですよね。なんで今日はそんなアパートの懐かしい個性的だった隣人さんのお話をしようかなと思います。つかマジでそのアパート、クレヨンしんちゃんのまたずれそうってわかりますか？しんちゃんたちが一時期住んでたアパート、あれぐらい個性的な人ばっか住んでたんですよ。少しだけ聞いていただければと思います。まず動画で覚えた205号室の男ですね。詳しくは動画出してるんで、概要欄から見ていただきたいんですけど、深夜に発狂したり、アパートのトイレ全部詰まらせたりとかね、ひたすらヤバかった男ですね。動画でも言ってなかったと思うんですけど、一回ですね、日曜のお昼頃に友達と僕の家で遊んでいたら、その男が声がうるさいって文句言ってきたことあるんですよ。多分あの時お前が言うなっていうツッコミを覚えましたね。次にね、202号室1号室だったかっていうのが曖昧なんですけど、おそらくここに住んでいたのが夜職で働いてるお姉さんだったんですよ。夕方になるとすっごい派手な格好をして黒のセダンに乗ってお仕事行かれる姿を何回か目撃しましたね。で帰ってくる時ヒールの音がするみたいな感じだったんですけど、その方香水の匂いとかがものすごくて、当時おそらく20代後半やったんで、今もう40歳ぐらいになってるんですかね。もうすごくいい人で明るくて面白い人で、僕が一人で家の下でアリに餌をあげて遊んだりしてたんですよ。そしたら出勤前に降りてきてちょっと話すってことがあったんですけど、その時とかに、じゃあ私は君にこれあげるとか言って飴玉をくれてたりしてたんですよ。当時子供ってわけわからんことするじゃないですか。なんで僕はそのもらった飴を砕いてアリにあげてたんですよ。で食費浮いたなとか一人で言ってた記憶があるんですよね。たびたび僕ら兄弟と一緒に遊んでた記憶もあって、ヤバい隣人の悪口を一緒に言ったりしてましたね。でちょっとびっくりしたんですけど、弟にこの動画を作ってる時にその話をしたんですよ。当時言うと怒られると思って言えなかったんだけどみたいな話で、実は弟がその女の人の家の中に入ったことあるって言い出して、友達を待ってても全然来なかったらしいんですね。なんで一人で外で待ってたら急にその女の人が話しかけてきて、じゃあうちで待つみたいになって一回だけ家に上がったことあるらしいんですよ。そしたら家の中、名探偵コナンのビデオとグッズだらけだったらしいですね。でその時一緒にコナン見て帰ったらしいです。ここに来て新情報が入ってくるとは僕も思いませんでしたね。でこれが201か2の方なんですけど、その下にねまたすっごい個性的なおばあちゃんが住んでまして、それがですね地元では猫のばあさんって呼ばれてたんですけど、野良猫にいつも餌あげてるんですよ。でも飼わないみたいな。だからめちゃくちゃ猫が繁殖して、役所の人とかが家に来る事態までなってたんですよ。でこの猫のばあさんっていうのが、いつもニコニコしてていい人なんですけど、何喋ってるか全く分からなくて、子供の時の僕ら兄弟の中ではあいつは多分猫語を喋ってるっていうことで完結してましたね。なんで今思うと、猫ばあちゃんが猫繁殖させて205号室のやつが猫にめっちゃ怒鳴るみたいなクソサイクルが出来上がってましたよね。で僕はお姉さんに飴玉もらって砕いてアリにあげて、アリがめっちゃ家の中に出るみたいな、マジでクソサイクルでしたね。で固定のメンツというか、ずっと一緒に住んでた住人ってのはそれぐらいなんですけど、もう結構ハイペースで空き部屋が入れ替わってて、覚えてる中でめっちゃガリガリの男性とかいましたね。身長が当時の感覚で190センチぐらいあって、僕らは裏で骨骨さんって呼んでましたね。でどっかの動画でも言った向かいのアパートに住んでたカマジジイ、なんとその向かいのアパートも同時にさら地になってまして、カマジジイもいなくなってね、個性的な人全部いなくなったんだなっていう切なさを少し感じましたね。本当にそのアパートボロボロで、もう全部錆びてましたもんね。全部ドアノブからポストから手すりから全部もう錆びにひび割れ、アスベストみたいな。今思うと結構刺激あって楽しかったですけど、ちょっと恐ろしくもあるね。そんな思い出の場所に終止符が打たれていたというお話でした。なんか生を感じますよね、命を。皆さんの周りにね個性的な隣人いましたらコメントお願いします。はい、ということで今日はそんな動画でした。以上、おやすみなさい。